29番カロリナ・コストナーさん、イタリア。アンドレイス、representing Italy、カロリナ・コストナー。おととしの世界選手権銅メダル、母国開催のオリンピックでは9位に終わりました。しかし今年のヨーロッパ選手権で初優勝を飾ったイタリア20歳のセニョリーナ。ショートプログラムカノン、一番最初に3回転3回転のコンビネーションがあります。トリプルフリップ、トリプルトーループ、綺麗に決まりました。2回目のジャンプ高いですね。これはポイントが上がりますよ。ステップからのトリプルルッツ。ダブルアクセル。降りた後も流れていいですね。サーキュラーステップも音に乗ってよくエッジを使っています。このフライングキャメルも難度を上げていますね。完全に場内を魅了しきった2分47秒。素晴らしい出来でしたね。カロリーナ・コストナー。いやー、最初のジャンプから乗ってきましたね。昨日までこのリンクでは男子がパワフルでダイナミックな演技を見せていたんですけれども、一転して今日はなんかしなやかな優しい時間が流れてますね。これぞ女子の演技、そんな感じですかね、はい、さあそして荒川さん、はい、トリノでは、まあ、プレッシャーに潰された部分もあったかとは思いますが、そうですね、そこで一回りやはり1年かけて成長してきたのが今日のこの演技に表れているのと、やはりもともとスケーティングの質がいいこと、ジャンプが素晴らしいことが今日はうまく重なって素晴らしい演技でした。長い手足、のびのびとこの東京体育館内のリンクに広げました。ジャンプ最初のコンビネーションジャンプも第2ジャンプの方が高かったですね。そしてやはりGOE 出来栄えの方でもこれはプラスが、非常に高いプラスがもらえると思います。でジャンプだけではなくてスパイラルシークエンスも流れに乗って非常にスムーズに行われていました。こういった点でもプラスの点がもらえると思います。ポイントを期待できますね。自然発生的な場内の手拍子にも乗ってカロリーナ・コストナー、得点が楽しみです。
さあ北の舞台に戻ってきてのこのコストナーの笑顔、あ立ち上がって声援に応えます。テクニカルエレメンツ 38.38、 プログラムコンポーネンツはつなぎだけが6点台、あとは7点台を揃えて 67.15 のパーソナルベスト更新。カロリーナ・コストナ素晴らしい演技でした。現在の順位は第1位です。 She's currently in first place.